ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がマセラティグラントゥーリズモ MC ストラダーレセンテニアルスペシャルエディション、こちらをご紹介します。言えました。言えました、ね、今日の仕事はこれでおしまい、はい、そうですね、これさえ言えれば、はい、完了という感じです、はい、ちょっとなんかめちゃくちゃ珍しい車っていうことで。そうですね、今日も名車シリーズです。はい、ベースも名車だし、はい、なんかその台数がすごく少ないなんか限定車なんですよね。そうですね、はい、なんとびっくり日本導入が6台、カブリオとクーペで6台しかない、はい、ない。そんなスペシャルな車を今回ご紹介します。はい、でちょっとあの今回勉強少なめなんで、はい、小島さんに乗っかるっていう。いやいやいやでもね、はい、正直日本に6台しかないんで分かりません、はい、でも一応そのマセラティがあの本国100周年ということで作った限定車で、世界で100台で日本で6台、12台と、とてつもなく珍しい珍しい、まあはい、何かこうすごいパワーが増えてるとかそういうのないんですけど、ついてるオプションが満載という。なるほど、まあ、限定車にはなりますね、はいはい、でまずベースとなっているのが MC ストラダーレということで、はい、まあ、ちょっとこう通常のものよりかはこうなんていうか、まあ、グレードとしては一番スポーツ寄りのグレードになりますね、はい、激しめな感じですよね、はい、でこのダクト付きのボンネットだったやつは、ね、特徴はこれですね。ちょっとこの年式からですかね、前のこの一つ前はもうここしか穴がないんで、ここにあるのっていうのはまた、まあ、この年式になってから、ね、あ、なるほど、はい、その辺を見分けるポイントなんですね。そうですね、はい、でなんとびっくりこの中がカーボンになってるんですね、はい、よく見ないと分かんないんですけど、はい、穴の中がカーボンっていう、しかもそれがこう中心に向かって綾織りで、うん、ちょっと手の込んだ、はいはい、そんなカーボンがついてて、バンパーもちょっとこうスポーティーな。そうですね、MC バンパーって言って、まあ、みんなスポーツこういう形になってるんですけども、ストラダーレではこのセンターのこの部分が、なるほど、はい、そんな違いもあるですね、はい、このバンパー人気ですよ ね、 結構違うバンパーからこれに交換したりとか、うん、MC バンパーに交換したり、でももうある程度年式になったらみんなこのバンパーついてるようになって、なるほど、はい、じゃこれより前の世代の前期のやつはそうですね、あのホグが横について丸い形のやつの人はみんなこういうふうに書いてたりしましたけ ど、はいはい、どもう一定の年数来るともう全部このバンパーに変わってますね。そのバンパーもついてると、はい、大事なことを聞くの忘れてました。今回の車は当然ノーマルですよね。基本ノーマルですね、ちょっと、はい、ちょっとドレスアップ、ドレスアップっていうかまあいじってるところあるんですけど、はい、少しだけベースだけ、はい、ベースは基本的にノーマルに近い状態、近い状態です、はい、そして横に回っていくとホイールもなんかその限定なところなんですよね。そうですね、ここにあれですね、アクセントのカラーが入って、はいはい、青と白と赤と、はい、選べる、はいはい、で今回の車は赤いアクセントが入っている20インチのホイールが装着されていると、はい、意外にその限定車ってもうこれっていう限定車がドーンって出されること多いんですけど、今回の限定車っていろいろ選べるんですよね。色が選べたり仕様が選べたりとかっていうので、まあ、どこが限定なんだろうっていうことなんですけど、はい、ついてるものが選べる限定車みたいな、なるほど、そういう感じだと思います。そして今回なんとスペーサーが入ってるってことで、はいはい、そこはちょっとしたドレスアップの、はい、ところですね。ただ純正のイメージこう崩さない。そうですね、はい、でもぴったんこにつらつらになってます、はい、でその関係でボルトも交換してあって、はい、クロームのものからブラックのものに、はい、ホイールとのマッチングもいいですよね。いいですね、そんなプチカスタマイズもしてあると、はい、カーボンブレーキ入ってね、はい、いいですね。でセンターキャップもこれ限定車の。あ、そうなんですね、はい、あ、確かにそう言われると違いますね。しかも100って入ってるんですね。あ、そうです、100周年記念の100あります。これ本当に小島さん言うように名車というか殿堂入りしそうですよ。殿堂入りしそうですよ、はい、はい、でこれサイドのダクトとかってこれは一緒ですか、はい、僕ちょっとごめんなさい、あ、これはあのその MC はついてます。あ、ですよね、はい、はい、このダクト、ストラダーレはのダクトとここがついてて、そしてミラーなんかもカーボンになってたりとか、ね、今回もそのカーボン好きの人にはたまらない仕様になってますね、まあ、純正ですからクオリティも間違いないですし、ね、はいはい、非常に使い方もうまい感じです。そしてこのドアハンドルもカーボンになってるんですね、はい、はい、綺麗ですね。ただ小島さん1個だけ言っていいですか、うん、ちょっとこのストーンガードが、ええはい、これ早急に何とかしましょう。あ、ちょっと黄ばんじゃってるのね。そうですね、純正どうしてもこれ、はい、マセラティに限らずポルシェとかも純正も経年劣化すると巻きっきになっちゃったりとか黒くなっちゃったりしますよね、うん、これちょっと張り替えたいポイントですね、うん、で多分車外だったら こういう
のにしないでもっとうまく貼れると思うんですよ、多分もっと縁までキワキワで目立たないようで、透明度も高いんで、これはちょっと貼り替えおすすめポイントでございます。ご購入いただいた方にはツッチーからのプレゼントで伝票切っちゃいます僕、伝票切っちゃって、はい、ツッチー宛てに伝票切って、そうですね、はい、ちょっともみ消したいと思いますそしてリアも同様にスペーサーが入ってて、はい、スペーサーこれ遠見ですかね、はい、どのぐらいですかね、10ミリ、うん、いやリアもうちょっと入ってそうです ね20ミリぐらい入ってそうですね、はい、ただ出面はかなりいい感じになってございます。でもやっぱり車が車なんで、そのノーマルの車高でもちょっと出てるだけでも全然イメージ違いますよね。そうですね、はい、そして後ろに回っていくと、後ろのバンパーも、うん、あれ MC ストラダーレは紹介したことないですよね。 MC は初めてだと思うんですよね、はい、もうこれ社外じゃないですかリアバンパー、もう見た感じが純正、あ純正ですけど、ね、はい、純正ですけど、はい、イメージが、はい、純正でここまでやっちゃうんですね、はい、なんかこの変えてる人もいますよね、結構お金かかっちゃったりとかして、でマフラーとかもワンオフで作ったりとかして、なるほど、変える方もいらっしゃいますね。もうこれ純正なのに車外感がちょっと出ちゃうぐらい、はい、そのぐらいなんか攻めたデザインだし、はい、この網とかもちょっとこのワイルドな感じが、はい、ちょっとレーシーさもあってかなりすごい感じになってます。そしてこのトランクのカーボンのこれも、はい、これも人気ですね、標準なんですね、はい、ちょっと大型というか、はい、割とこうボリュームありますよね、うん、あります。これはもうマセ鉄板の装備じゃないですか。で結構でっかいんで、このリアのシルエットがこう、はい、ダックテールのね、そうですよね、ちょっとそういうイメージが、形がもう全体的に変わっちゃうぐらい、はい、このぐらい出てますからね、出てますね、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、今回ちょっと僕全部正直レビューしますんで、はい、トランクを下見で開けてびっくりしました。っていうか何回か紹介してるんですけど忘れててびっくりしました、はいはい、あ、そうですか、はい、まずこのトランク、はいはい、どうぞ。重くないですか。え、こんなもんですよ本当ですか。こんなもんです。もうなんか電動の車になりすぎちゃってて、はい、重たと思って。ダメですね、現代っ子は。本当ですか。現代っ子ダメだな。でもそういうちょっとこう最新の装備とかって正直かなり少なめじゃないですか、はいはい、名車にはいりません確かにそうですね、はい、そうですね、名車にそんなのはいらなかった。いらないです、はい、そしてトランクはちょっと車のボディサイズからすると結構こう狭いというか、はいはい、そんなに十分なゆとりがある感じではないですよね。そうですね、はい、でちょっと、はい、ゴルフバッグ入れてみますか、はい、こんな感じで。ちょっと正直、でもどうなんですかね。いや全ここは最初のここが気になりましたけど、うん、上手に入れれば、上手に入れれば大丈夫です、はい、横がかなりえぐってて、はいはい、入りそうな感じではあります。ただ2つはきついですね。2つはきついですね、はいはい、1つまでっていう感じで、はい、で意外や意外このリアシートのこの奥行きが全然ないんですね。ないですね、はい、でマセラティの正直ポイントっていうか、ダメなところってバッテリーがこうなんですよ。はい、でダメなんですか。バッテリー上がらしちゃいけないんですよマセラティって。そういうことですか。そうです、大変なんですよバッテリー上げちゃったら。これがこう機械式じゃないから、はい、だからマクラーレンと一緒ですか。トランクのところから開けるところありますけど、リアシートのところから、はいはいはい、まずも本当に上げたら大変。あ、なのでマセラティを納車するときは必ずバッテリー上がりは注意してください。かもしくはあれですよね、バッテリーメンテナーをもうつなぐ前提で保管していただくっていう感じ で意外にそのセキュリティで振動のやつがついてるんで、はい、リッチをそのまま入れてしばらく乗られるじゃないですか。ずっと乗りっぱなしでバッテリー上がっちゃったりとかするのもあるので、それオフにできますよ、ね、オフにできます。だからちょっと使い方に癖がある感じですよね。そうだからバッテリーだけは本当に要注意です、はい、いいじゃないですか。なんかその使いこなせないと乗りこなせない感じが、いやいやいや、ちょっと名車にふさわしい感じがしま す、ね、だからバッテリーはもう本当に要注意です、はい、そしてこれ小島さん持つとこれなんですか。ちなみにこれ、はい、これサンバイザー。あ、それサンバイザーなんですか。え、そんな大げさなバイザーが純正であるんですか。ありますよ、抜いてください。わ、すげえ、ちゃんとマセラティって入ってるじゃないですか。わ、すげえしっかりしてますよ。しかもえ、これ純正品なんですか。漏れなくつきます今、しかもちゃんとレザーの袋に入って、はいはい、こんなのもあるんですよ。結構メーカーのやつってちゃんとしたやつ多いですよね。でもあんまり見たことないですけど、車についてるの、うん、積んであったりとか。
でこっちなんかノベルティとかで出てるのがさイメージがあるからさ、そうですね、ちょっと安っぽく感じ。ちなみにこっちは、はい、でこれがちなみに車載工具ってことで、なんか色ももうおしゃれじゃないですか、洒落てますね、洒落てますね、はい、こんな感じで、はい、こうパチッとかじゃないですね、ね、クリップで止める感じなんですなんかここら辺はね、まあでもそんなに開けるとこじゃないから、はい、まあまあまあ、いいじゃないですか、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装がまたすごいんですよ、はい、でちょっとその前にこのノブがこれ2つあって、はい、内側がこのなんていうんですかスイッチでこう開くタイプで、はい、この外側がメカニカルで開くやつなんですね、はいはい、これカメラマンに見てもらえますかここをちょっと映してほしいらしいです、はい、これ今初めて気がつきました僕、はい、こっちがスイッチなんですよ、はい、でこっちがメカニカルで、バッテリー上がっちゃった時はこっちじゃなくてこっち引かないと開かないってことですよね。そうそうです、はい、内装はどうでしょうか。一応限定車でなってるのがまずハンドル、はい、あとシートがこの特殊になってる感じですね。ヘッドレスト一体のこのシートですね、はい、そうですね。なんかこの白のアクセントがかなり効いてる、はい、おしゃれな感じになってますね。あともうカーボン祭りです。すごいっすよねこれ、はい、全部じゃないですか。全部です、まあ、ここも、はい、ここはもうまず印象的ですよね。スカーフプレートも、はい、MC ストラダーレのロゴが入りつつ、このセンターキャップもこんなのでしたけど、はいはい、これがついてて、そしてドアもカーボンのパネルがついてて、はい、でちゃんとドアにも赤ステッチと白のアクセントが入ってるんですね、はい、す。これ白いアクセントは、はい、あ普通の白いレーザーなんですね、うん、アルカンターラとかじゃないんです。じゃないです、真っ白白の。そしてハンドルもすごいですね、全部カーボンじゃないですか。カーボンです。これでも確かに電動入りですね、うん、電動入りですよね、はい、ここまでやっぱりカーボンパッケージついてるの結構ありますけど、ここまで入ってるのないですよ。でこれが純正でですもんね。純正です、はい、車外でこういうふうにしましたじゃなくて、はい、純正でここまでやっちゃうっていう。純正です。あの若干トランク重いとか言ってすいませんでしたって感じです。いやいやいやもうその最新の機能がついてるとかついてないとかもうそういう車じゃなかったっす、はいはい、っ名車ですよ、名車シリーズですから。何言ってんだって感じですよ。シート倒してもらって、はい、シート倒す 裏側がカーボンなんで。これすごいっすね、はい、これ純正なんですか。そうです。ここがこのシートがやっぱりそのこの今回 の, その限定車すごっ。全部じゃないですかこれ。全部ですよ。これ後ろの席うちの子供乗せられないですね。蹴ってます、はい、蹴ってました。バキバキにされちゃうんですかこれすごいですよね。でこのシートだけでもこの価値というわけじゃないですけど、はい、この車のやっぱりこれシート多分めっちゃ高いですよねこれ、はい、部員で取ったら。はい、じゃあ早速乗ってみたいと思います。よいしょ。一応運転席からの視界はこんな感じです。ちょっと過去紹介した車だと、うん、あの前回どう言ってたかなと思ってちょっと心配になっちゃうんですよ、うん、はい、散々悪口言っていや大丈夫大丈夫大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。ちょっと前回ともしかしたら同じこと違うこと言ってるかもしれないですけど、はい、また新たなものとして聞いていただければ新鮮なね、はい、そうですね、うん、でシートはだいぶゆったりです、はい、座面もちょっとクッションしっかりめですけどこの割とフラットに近いんでだいぶシートは。で背もたれもちょっとこの出てますけど何でしょう、イタリア人体型になってるんですか。だいぶゆったりです。ゆったりですか、はい、こうタイトさはないです。あのそのちょうど横から見るとシートヒーターもそう、はい、マセラ、はい、まあ、フェラーリもそうですけどそこはシートヒーターになってるダイヤルのところですね。はい、これですね、はいはい、ついてると3段階の。そして調整はシンプルな調整ですけど割といや割と幅とか、はい、色々細かく調整できる感じですね、はい、でメモリーもしっかりついてて、はい、こんなシートになってます。そして先メモリーついてるのは珍しいんですよ。あ、そうなんですか、はい、結構ついてないと思います。へえ、ちょっとバグってるんでどこまでがついてて当たり前なのか。でもね、はい、フルフルの装備のやつが見慣れちゃってるからね。本当ですか、はい、ちょっと正直言っていいですか、はい、あのちょっとブラインドとかないんだってちょっと一瞬思っちゃったんですけど。本当ですか、はい、ダメですか。いいですいいです早くもう乗った方がいいよ。あ、本当ですか。もう感じる車ですか。感じる車です、はい、でハンドルはマセラティ全般大きめですよね、はい、
ステアリングでちょっと形はかなり特殊です、はい、ここが少し平らで下も少し平らですかね、うん、でちょっとこのコブもかなり大きめ で、うん、で全体的な握った感じは太すぎず細すぎずっていう感じです。でこの辺のスイッチ類なんかも、まあ、非常にシンプルな感じで、はい、まあもう見慣れてますよね、はい、でも安定ですよ。ここの結構これ運転するときいいんですよ。そこに押しながら運転する。そしてパドルがなんとびっくり、このサイズで全部カーボンっていう、はい、これ純正なんですもんね。純正です。このハンドルについてこないタイプのパドルで、このデカパドル、うん、はい、そしてなんとびっくり、このメーターのフードのこの中も全部カーボンじゃないですか。カーボン祭りです。本当にカーボン祭りですね。カーボン祭りですね。純正でここまでやっちゃうんですね、はい、でここはまだ分かりますよ、カーボンなの、はい、まあまああるよねって感じじゃないですか、はいはい、ただもうそれが全部、ここもセンターのここも全部カーボンっていう、はい、限定車ですよ。素晴らしいです。限定車ですから、もう惜しげもなく使いますよ。インパネはこんな感じで全部レザーとステッチと、はい、でそっちに MC ストラダーレのエンブレムが入ってて、ナビは、はい、まあ、正直うーんって感じですよね。つけてみてください。本当ですか。この画面じゃないですか、はい、純正のここをポーチもらうと、あ、すごい画面が入ってるんです。パナソニックじゃないですか、はい、え、マジですか、はい、え、普通に使えるじゃないですか。使えますよ。舐めてました。だこれは車外が入ってます。だから純正の、はい、要は、はい、メインでこれ中身を取り替えてあるってことですか。そうです。この画面が純正の画面で、はい、ここをピュッと、この端っこをピュッとやれば出てくるんですか。出てきます。わ、すごい。でメイン画面で、はい、まあ、メニューとかやってもらうと、なんとびっくり、普通にパナソニックのナビが入ってました。入ってます、はい、ちょっと侮ってました、すいません、はい、じゃあこの辺の使い方はその純正画面じゃないとこの辺が使えないってことですね。純正も使えるんで入ってるんで。なるほど。結局そのインターフェースで入れてる感じなんで、はい、純正も活かしつつ、あ、なるほど、車外にも入ってるんで両方使えるようになってると、はい、両方使える。そこって結構マセラティ大きいところなんですよ。ですよね。だから結構みんな使えないんでナビそっくり交換するじゃないですか。そう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 、はい、だから純正の殺しの、あの純正こっちに入れてやってる方もいますけど、はい、こういうやつなんで。なるほど。だてっきりこの見た目なんで、はい、またこの例のナビがそのままかと思ったらそうじゃなくて、ちゃんと使えるパナソニックのナビになってると、はいはい、そしてエアコンはこんな感じで、はい、まあ、ちょっとクラシカルな見た目ですけど、まあ、必要にして十分な感じの、はい、分かりやすい感じで。どうですか、マセラティ独特の。まだベタベタしてない。全然ベタベタしてないですよ、はい、まあ、イタリア車全般そうですよね。フェラーリとかも。で、ね、あ、でも結構昔ワーゲンとかも結構昔はベタベタですよ。あ、そうなんですか、はい、こちらの車まだ全然ベタベタはしてないです。ただシフトのここがちょっとこう、そうですね、そこはやっぱりバック、ね、押す頻度が、はい、高いみたいで、少しこう表面がベタベタしてるというよりかはちょっとよれちゃってる、はいはい、そこはちょっと RRR ですね、はい、少し使用感が出てます、はい、でこの辺がシフト、これじゃないんですね。MC シフトなんで、はいはい、MC シフトなんでこのボタンのタイプになってると。知ってますかって言い方いいんですけど、はい、MC と MC オートシフトだとマフラーの音違うんですよ、はい、え、そうなんですか。諸説ありますけど、はい、あの筒のこう周りが違うみたいで。あ、取り回しが違うからですか。違うんですよ。で MC オートより MC の方がいい音するんです。へえ。あとでちょっと音を聞いてもらえます、はい、ちょっと聞いてみたいと思います、はい、でコンソールがこうつながってて、ここがここなんですか。これ携帯入れるようになってるんですか。ここは純正だとナビのリモコンが入ってるんですね。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。まあ、純正だとっていうか日本だとそこにナビのリモコン入れてるんですけど、まあ、本国だと何がこれ何設定なんですかね。電話とかなんですかね。でちょっと今時のスマートフォンはちょっときついですよね、うん、はい、でこっちにもついてて割と容量がある感じで、でこの分ちょっとこっちも出っ張ってると、はい、ここの横のね、この白いラインも限定車ならではで、はい、おしゃれですね、はい、でグローブボックスはこんな感じで、はいはい、ナビのちょっとオプションのケーブルと、はいはい、入力がちらっと見えると、はいはい、こんな感じになってます。そして上行きましょうか。上これピラーは普通にファブリックなんですね。そうですね。アルカンターラとかじゃないんですね。
すごくある感じしてほしかったですね。そうですよね、はい、ありますもんね、うん、はい、ちょっと普通のファブリックで、でこの大きいバイザー、これちょっとバイザー大きすぎません？大きい、はい、だって前見えないじゃないですかこれ。あ、はい、下ろしちゃうと こうやればギリ見えますよ、はいはいはい、もうこの真下に下ろすと全く前が見えないっていう、はい、ツッチバイザーすごいこだわる、ね、バイザーめっちゃこだわりますよ、ね、使わないくせに、ね、はい、一切使わないくせにバイザーとペダルはめっちゃ気になるんですよ、はい、でルーフはペダルはペダルは、あ、ペダルちょっとかっこよくなってますね、うん、ちょっとこのアルミですか。そうですね、 MC、はい、ちょっと MC のロゴが入ったアルミになってて、でまたいいのが大きい、全部が大きいです。アクセルペダルもそうだしブレーキも大きいしフットレストも全部大きいです。で全然スペース的にも、はい、レイアウト的にも全然違和感ないです。どっちかに寄っちゃってるっていうのも特にないですね。こんなペダルになってます。そして後ろの座席、はい、小島店長もう乗っちゃってますけど乗ってます、はいはい、どうですか。どうですか。意外に、いや、でも上下左右は割とゆったりな感じですけど。そうですね、まあここは、はい、うん、そうですね、私身長170ちょっと切るぐらいですけど、はい、まあまあまあですね。上と横は割と、うん、まあ背中が、まあ、長距離はちょっとあれですね、普通に乗る分には全然、まあ大人4人乗る車ではないですから、はい、で気になる足元は、足元は全然大丈夫です、はい、あ、大丈夫なんですね、はい、意外に、ね、なるほど。でそんなにゆったりではないですけど、うん、まあ快適ではない。いや、まあ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 乗れる、まあまあ乗れるかな、はい、っていうレベルの後ろみたいです、はい、で装備的には、いや何もないです、はい、ここにドリンクホルダーがあって、はい、エアコンの吹き出しが、吹き出しがあります。操作はできない感じですね。できないですね、はい、こんな感じのリアシートになってます。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。よいしょ。フード自体がもう全部カーボンなんですか。そうですね、ここはなんかヨーロッパチューナーみたいじゃないですかカーボンボンネット、はい、最近見たなんかトップカーのボンネットみたいな、はいはい、あ、そういう感じなんですね、うん、さっきそこから見たね、カーボンもね、あ、それがチラ見してたんですね。チラ見してます、はい、そして下に行くと、はい、エンジンがまたかっこいい、はいはい、もう確かにちょっとエンジンだけでもちょっと名車シリーズですね、はい、ですね、はい、でスペック的には 4.7 リッター V8、はいはい、で馬力が460馬力、はい、そうですね、はい、まあいろいろねありますけど、フェラーリ製ですよね。ですね、はい、はい、でそこはねやっぱりいろいろありますよね、ご意見が賛否が。あー、はい、なるほど。でも名車です、はい、で音がそのちょっとクランク確か違うんですよね。そうですね、はい、の関係でちょっと全く同じフェラーリと同じエンジンっていうわけじゃないですけど、うん、じゃないですね、はい、フェラーリの V8 モデルと同系列のエンジンですね、はい、そうそう同系列っていう感じですよね、はい、フェラーリのエンジンって言っちゃうとちょっとまた語弊がありますけど、語弊があると思いますね、はい、まあ、フェラーリ製のエンジンで、はいはい、まあ、いいじゃないですか、フェラーリでありマセラティやね、はい、楽しければ。まあまあまあそうですね、はい、でまたインテークの形が、はい、うん、いい感じですね。でもいいですね、やらしいです、うん、はい、やっぱりこうなんか魅力的なエンジンってだんだん少なくなってきてますからね。確かにもうどんどんダウンサイジングも進んでますし、はいはいはい、まあ、この車も絶版になっちゃいましたから、はいはい、かなり魅力が詰まった車じゃないでしょうか。はい、はいはい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。 OK です。1万2000キロじゃないですか、はい、めっちゃ距離薄じゃないですか。ちょっと待ってください。ちょっとしっくりくるポジションが MC だとね、やっぱりそのクラッチの問題があるんで、はい、やっぱり距離が多いと、あーそう、心配事が増えますからね。心配事が増えちゃう。まだ距離浅なんで全然大丈夫じゃないでしょうか、はい、OK です。はい、カードが挿入されていません。 MC 初乗りですか。はい、いや楽しみだな。初めてです。そんなにでも初めての人に乗ってもらうのっていいですよね。そんなにでも MC シフト、いや乗ったことありますよっていう人少なくないですか。そうですか。そうでもないですか。それは僕が麻痺しちゃってる感じですかね、はい、したら。そうです、失礼しました逆に僕はあの最近装備麻痺してます、うん、これを乗った瞬間にあの、うん、あーシートヒーターとかブラインドとか思っちゃいます、うん、だからもうサラウンドビューとか、はいはいはい、だから操作装備欲しかったら、はい、ベンツ買いましょうって感じですね。あーベンツ BM 買いましょうって。SSBM だったら結構年式古くてもその辺ついてますからね、はいはい、これは本当に毎回ですけどね、楽しむ車なんで。そうですね、失礼しました。だちょっとその取り回し幅もあるし長さもあるし、取り回しに関してはやっぱりこう一癖あります、はいはい、慣れが必要です。で意外にその、はい、グランツとかだと、はい、やっぱナンバーが下についてるんでナンバー結構みんなガスってなっちゃうんですよ。あー出ちゃうんですね。そうそう、それはちょっとね、あのお気をつけいただくポイントだと思いますけど。でちょっとこの MC シフトを動かした感じでいくと、はい、で使いづらさはないですけど、はい、なんか最新のこう車よりかは、うん、やっぱりこう反応だったりとか、はいはい、癖はありますよね。そうですね、はい、でこのボタンがまたポチッと押しても効かないんですね。バックそうですそうです、うん、長押しというかちょっと長めに押さないと入らない、うんうん、そうですね、はい、であとオートのボタンがあって、まあ、とりあえず最初オートで乗ってもらって、はい、であとはシフト乗せてこのレースとスポーツと、あーモード切り替えも、モード切り替えがあるんで、はい、オート押すとどうなんですか。どっかつくんですかこれ。ここに下にオートって書いてある、距離の上にオートって入る。あ本当だ本当だ、はい、それがあればパドル操作がいらないわけですね、はい。普通の例えばそのスポーレースとかあのスポーツとかでも、はいはい、止まっていくと勝手には下がりますよ。あなるほど、はい、エンスト起こしちゃうとかそういうのはないですね。あじゃあ最低限のサポートはあるわけですね。サポートはあります。あこういう感じですねシフトは、はい、でもそんなに別にガックンっていう感じじゃないじゃないですか。そうですね、普通にオートマとして乗れる。前回乗ったあのボクスターみたいな、うんうん、もう何ていうんですか、滑らかな、滑らかっていうかもう変速がわからない感じじゃなくて、うんうんうん、そうです、ちゃんと変速感じます感じます感じます。でも超速く超うまくマニュアルを操作してるみたいな、うん、そういう感じのシフトですね。もうボクスターはあれ変速ショックも何もなさすぎて、はい、こう実感がなかったですけど、うん、ギアが変わってもこれしっかりなんかこうスムーズですけどちゃんとギアが変わった感あります、ね、このぐらいの方がいいかもしれないですね、うん、足回りもノーマルですけど、はい、別に硬くなく。そうですね、はい、ああそうですね、一回こうギアが抜ける感じがちゃんとありますね、うん、マニュアルの操作をしてもらってる感もあります、はい、ブレーキ効くな。カーボンブレーキですかね、はい、めっちゃ効きます、うん、あカーボンブレーキなのに初期精度いいですね。初期精度いいんです。いやもういいですよ。なんか結構こう初めて踏むと、うん、特にあのランボとかってちょっと抜けてる感あるじゃないですか、はいはい、初期精度がちょっと弱めで、はい、マセのカーボンブレーキ普通にあれっすね。そう全然普通ですよ。音またいいなこれ。で今回の車なんと、はい、マフラーの開け閉めする、はいはい、ボタンついてますね。ボタンがついてるんで開けられると。はい、行きます。はい、はい、どうぞ。うわあ、今スポーツにしてるからマニュアルモードですよ、はい、オートマなんです。あ、そういうことなんですね。いっぱいあります、はい、なるほど。
通のモードにしていいですか。オートオートオート、あ、オートこれか。プチッ。ああ、なるほど。ちょっと今、はーってなりそうでしょ。音が良すぎて。あ、音が良すぎて。はい、音が良すぎて、本当に。これで開け閉めができます。マフラーの開け閉めができるわけですね。はい、これでマセの、あのプチドレスアップは鉄板ですよね。え、これじゃあ、マフラー自体は変えてないで、単純にバルブが開くか閉まるかですか。で、こんないい音するんですか。そうですよ。めちゃめちゃいい音しますよ、だって。ほら。うん、すげえいい音しますよ、うん、これスポーツで乗ったらめちゃめちゃいいっすよ。ファンファンってやりたいっすね。あー、いいっすね。うわー、これはちょっと音を楽しむ乗り物っすね。うわ、すげえいい音してる。これ乗り心地が意外にいいのがびっくりしました。いいでしょ、スポーツカーっていうカリよりやっぱ GT ですよね。 GT ですね、うん、あ、そうですね。ちょっとこのシフトは、うん、あの MC シフトは、うん、これパドルと操作とセットでちゃんと成り立つ感じですね、うん、というとオートマだとやっぱり、そうですね、オートだとちょっと自分が思ってたタイミングとちょっと必ずしも一致しないじゃないですか、うんうんうん、変速のタイミングって。だからやっぱり慣れていくとなんか体が覚えてくれますけど。そうですね、そうですね。パドルと組み合わせると、うん、もうパドルでこう自分でシフトダウンした時にこう、はい、ギアが動くんだなって分かるから、うん、もう一回、もう一周乗っていいですか。いや、もうレース試してないじゃん。そうですね、レースちょっと楽しみ。レース押すとこに MC って出るんですよ。あ、そうなんですか。います？本当だ。え、これトラコンとかオフになっちゃうやつじゃないですか。トラコンオフになったらトラコンオフで出るでしょ、これがオフが。大丈夫ですか。じゃあ、まあでも安全運転だから大丈夫です。大丈夫でしょ、はい、お買い上げできるでしょ。いや、無理です。大丈夫だよ。いや、でもこれ電動入りですね。ちょっと電動入りでしょ、はい、うん、ちょっと余計ななんかその装備がどうとかっていう話してすいませんって感じですね。だからそういうの求める人はダメですね、うん、いや、だからもう名車は装備じゃないです。そうですね、はい、だから本当に極論って装備だったらレクサス行きましょうよって話でしょ。いや、まあでも ついてほしいじゃないですか。いやいや、いらないな、はい、本当自分の腕を、自分の腕で。本当っすか、うん、ちょっと最近求めちゃうんですよね、うん、装備。まあまあ、それもね、個人のあれですからね、はい。わ、いいじゃないですかこれ。休みの日ちょっと乗っちゃって、そうですね、気分転換に。でやっぱ普段乗りだとちょっとあれですよね。そうですね、あのやっぱりその MC って新車で2000万オーバーの車なんで、はい、消耗品とかってやっぱちょこちょこやっぱするんですよ、はい、さっきのクラッチの問題もそうですし、はい、あとはブレーキ、まあ、カーボンなんであれですけど、はい、普通のカーボンじゃないやつでもやっぱりパッとローター変えたらやっぱ40万とかいっちゃうんで。カーボンだったら3桁万円じゃないですか。そうそうそう、余裕ですよ、ね、はいはい、カーボンでもそんなに変えることないじゃないですか。あ、まあまあそうですね、ね、はい、あれですけど、だ普段乗りできますかっていうのは、まあね、通勤で毎日100キロ乗りますっていうのはちょっと難しいことですね。そうですね、うん、でもちょっとコレクターズカーですね。コレクターズカー、はい、ああ、そうですね、なんか1台コレクションにいかがですかっていう、はいはい、いかがですか、はい、確かにこれそんなに少ない限定車だったら、はいはい、残るし、これでもその限定車の価値っていうのは正直6台だともしかしたらないかもしれないですよね、はい、でもこの 内装の装備とかその仕様の価値っていうのは絶対あると思う、はい、ああ、なるほどなるほどなるほど。だそのまあこの仕様にプラス限定車の6台がおまけでついてるぐらいの価値だと思います。これ標準の車でもここカーボンにしたらできるんですか。いやいや、ほとんどないですよ。できないですよね。あ、でもあります、あります。あるんですか。ありますけどほとんどない、ほぼ市場にそんなのない、はい、あの後期型だと結構あるんですよ、はい、へえ。本当の丸々後期だとこのタイプだと見たことないですね、そこまでカーボンやってる。ちょっと幅と長さとちょっと装備のなさで
確かにちょっと癖はありますけど、うん、はい、その分この音に酔えます。そうですね、うん、やっぱイタリア車じゃないですか。イタリア車でもそんな言うほど乗ってないんですよ、ね、でも前半ちょっとイタリア車全般なんかちょっと癖強めみたいな、うん、クワドリフォリオじゃないですけど、はいはい、ちょっと個性的ですけど、その個性と自分のこの理想がマッチした時のこのヤバさ、はいはい、でも比較的マセラティってアルファよりもちょっとそのドイツ車寄りじゃないですけどに寄ってる気しません？確かに、アルファってなんか本当にアルファロメオって感じですけど、個性の塊ですけど、はいはい、確かにそう考えると。でも助手席乗ってても、これ多分女性の方乗ってても全然、フェラーリとかで助手席乗ってたりするとやっぱりこの好き嫌いあるじゃないですか。ああ、わかりますよ。ちょっと タイトさとかそういうのと、はい、乗り心地と音と、はいはい、まあ、音はともかくとして、はいはい、これだったら別に全然。そうですね、だってバルブ閉じれば普通のクーペですよ。もうほぼ普通のクーペですよね、うん、例えばね、ちょっと旅行に、まあ、関東だとしたら違って箱に行きましょうかって言っても、はい、もう助手席でも全然確かに、うん、快適に。あとは下がるんでいいですよね、助手席からすると。あ、そうですね、フェラーリとかだってやっぱり後ろがやっぱり寝れないじゃないですか、休めないじゃないですか。確かに、そういった部分でやっぱりリクライニングできるのがいいですよね、はい、スポーツカーも兼ね備えて GT も兼ね備えてるっていう。どうですか、買っちゃいますか。これはちょっとですね、僕身の丈に合わないからいつも欲しい買っちゃえるんですかって感じですけど、これはですね、残念ながらちょっと身の丈に合わないからが半端じゃないです買っちゃおうかなっていうこともおこがましい感じで、はい、そうですね、まずですね、ちょっとこのシフトがいいんですよ、すごくいいんですけど、はい、これドライブだったらいいんですけど、これ街乗りちょっとこのこれで例えば通勤とか、ちょ正直ちょっと毎日気合い入れてる感じで。そうっすね、そうなっちゃうっすね、毎日スイッチオンだったらいいですけど、だからほんと贅沢言うなら、はい、これともう一台。そうっすね、そうっすね、はい、まさにそうです、はい、これとなんかセダンとか、これと SUV とか持ってれば、はい、もう最高っすね。最高ですよね、はい、いや今日はちょっと気分転換にこれで通勤しようかななんて言ったら最高っすね。それ最高ですね、いやでもこれはもうこんな車二度と出てこないじゃないですか、うん、新車で、はい、うわだからこの変速色があるんで、街乗りでちょっとこまごましたところ走るんだとちょっとこうストレスになるかもしれないですね。ストレスになっちゃう、なると思いますよ。あ、そう、はあ、都内のこう渋滞とかストップアンドゴーが多いようなところで都度こう変速でこう なってたらなんないですか。本当ですか。だそれよりかもなんか もっと気持ちよく変速できる、うん、その峠とかワインディングとか高速とか、うん、でそれでそっ、はい、あーっつって高速走って、はい、トンネル入るときなんかもう最高ですよ。最高、そうです、ね、無駄にシフトダウンするやつ。そうあーっつって、まあ、これ、はい、私買取させていただいたんで、はい、まあ、よく存じ上げてる方なんで、もうそのまま乗って帰ってきたんですけど、はいはい、新都心のところぐるっと回って入る、はい、あそこのトンネル入るところ、はい、もうちょっとそこだけ自分の車のような感覚で、はい、ちょっと気持ちいい感じで、ちょっと回転高めで、はい、やらせてもらいました。これいいな。ちょっとじゃあ最後にこの460馬力のちょっと片鱗だけ味わっていいですか。どうぞ。危なくないで、はい、大丈夫です。でもビビってスポーツぐらいにしておきます。じゃあスポーツする。でもこれって、はい、この車でしか絶対味わえないじゃないですか。確かにそういう車はいいですよね。確かに、でもこのフェラーリに近いこんな感じでこんな車ってないですよね。ないですよね、はい、でかといってじゃあこれから新しく出てくる車でこういうのがあるかっていうと、はい、多分今のところないですよね。もう無理ですよこれは。はい、グランツの後継型ってまあまあ全然ね分からないですけど、はい、どういう風になっていくか分かんないですけど、でもフェラーリの流れでいくとダウンサイジング、ね、ターボハイブリッドっていう流れじゃないですか、はい、そうですよね。もうこれこのパッケージは無理ですよね、はい、
またツッチーの名車シリーズ動画が増えましたね。いやこれいいっすよ。早い早い早いっすよ。危ない。だって僕ある程度パワーしてたんで、はい、ここで踏むのかなってちょっとドキドキしてましたもん。いやちょっと今加減しましたこれ。スイッチここでやんのかなと思ってちょっと。これ早い。ちょっとだよこれ。ちょっと乗りこなすにはちょっとこれ2周じゃ足りないです、うん、ああ1週間ぐらい必要ですね、うん、いいじゃないですか。毎週毎週こう週末乗って良さをこうね、そうですね、楽しんでいただいて。でもこう振り返る車じゃないですか、走ってたの。確かにあんまり走ってないですからね、うん、マセラティ。でも乗った感じは本当に普通っていうか、なんか操作系は戸惑うことないんですよ別に、はい、ハンドルがなんかちょっと癖があるなとか、はい、ペダルが癖があるなとか、はい、乗り心地も癖もあるわけじゃないですよ。いやいや全然全然、はい、ただそのシフトと快適装備求める僕みたいにバグってると、うん、そうですね、いらないですこれと BM の7とか A8 とかあったらいいかもしれないね。ああ、でも A8 とか7とかもでかいかな。セダンがです。ちょっとコンフォートなセダンと1台これ、うん、あと幅っすよね、うん、だってうちに止められないですもんこれ。そう、はい、止めてもドアが開かないです僕の自宅では。だからいろいろこう特別じゃないと所有できない、うんうん、ドアは広いですからねクーペラのね。そうなんですよ、駐車場はね、こうびっくりするぐらいドアでっかいじゃないですか、はいはい。これはなあ、感動的なもんあんまなかった。正直言っていいですか、うん、全然感動してないです。本当に、うん、なんでいい車ないな。なんすかね、また多分もうちょっとこう違うところ走れば、うん、そう感じるんだと思うんですよ、うん、やっぱ好みがあるのかな、やっぱりね。あると思います、うん、あとは僕ちょっと正直言うと、うんうん、撮影でカリフォルニア T 乗らせてもらう機会があったんですよ、うんうんうん、で、あの回送でこう、まあ、下道プーって走ってる時は、うんうんうん、うわすげえ癖がある車だなと思ったんですよ、うんうんうん、乗り心地悪いし、うん、なんかうるさいし、うんうん、こうちょっとこうギクシャク感も若干あり、うんうんうん、へえと思って、でその後撮影で高速乗ったら豹変しましたね、うんうん、なんだこの車と思って、すげえ気持ちよく走れるんですよ。だからこういう車ってさ、多分ある程度一定の領域に行かないと、多分そうだと思う、本当の魅力って分かんないのかもね、はい、こう街のりプーぐらいじゃ多分これ語っちゃいけないんだよ逆に。そうですね、そうですね、そんな気します。でマジでびっくりしたんですよカリティは。で初めてちょっとこう距離を乗ったフェラーリだったんですよ、うん、僕の中で、まあ、プーって乗ることありますよ回送とかで。だ高速初めて乗ったフェラーリがカリティだったんですけど、うん、感動しましたね、うん、なんだこの乗り物と思って。じゃあ まとめちゃうと、はい、奥が深い車っていうところでちょっと2周ぐらいじゃ僕には分からなかったです、はい、正直レビューすると、うん、でもそれも大事じゃないですか、そういうレビューも。そうですか、ね、だからちょっと本当に下道だとこれ持て余しちゃってる感ありますよ、うんうん、はい、シフトもそうだし音もそうだし、うんうん、だってあいい音してますねなんて言ってもせいぜい2000回転3000回転じゃないですか。もっと先聞いてみたいですよね、はいはいはい、6000回転7000手前ぐらいを聞いてみたいです。その領域はじゃあオーナーになった方で。そうなんですよ、はい、いくら商品者って言っても6000回したらぶっ飛ばされますよ奥の深い名車シリーズということで、ね、はい、僕ごときがこれ2周したぐらいで語れる車ではなかったですいやでも本当にいい車だと思いますよ、はい、あとはもうこのガソリンがもうなくなるこの時代だったらもう絶対買っといて損はない、はいはい、そんな車だと思います僕は。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりマセラティグラントゥーリズモ MC ストラダーレセンティニアルスペシャルエディションをご紹介させていただきました。ボンドカーズでは全国皆様から買取を募集しております、詳細は概要欄よりご覧ください。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
ー